一味天満宮の宮司さんに出会いましたので、梅花祭の宣伝を今からしてもらうことになりました。今ポスターを取りに行っておられるんですけれども、ちょっと様子を見に行きましょうか。お、わ、引っかかりました。どこでもしてもらったん？どこでも。この梅のバッグじゃないですか。どこ、あ、その梅可愛くて綺麗ですね、それピンク色で可愛いです。これと牛とバッグで、ね、あ、牛とバッグで行きますか。何分ぐらい話したよ。いや、もうあの思い存分言ってください。はい、どうぞ。はい。はい、すみません。これ何の番組？松目薬局の YouTube。はい。はい。すみません。それでは、始めます。どうぞ。下写さんどうですか。上写してます。皆さんこんにちは。今日は松目薬局の、YouTube ご覧をいただきましてありがとうございます。東宮一味天満宮、一時限定なんですけども、はい、こちら、3月20日、次の日曜日ですね。うん、ちょっといい感じですね。はい、第22回の梅花祭を取り行います。おめでとうございます。で、今年はですね、本年はですね、はい、2年連続続けましてですね、はい、大変、まあ、残念なんですけど、まあ、茶室、お茶のをね、いつも対応させていただいてるんですけども、うん、浦仙家流で、お茶の対応させて、ちょっと、本年も、部屋が密になりますのでございません。うん、その代わり、神事はもちろんのこと、観光様、菅道太郎様の慰霊を兼ねての、うん、この梅花祭、はい、素晴らしい梅が、ここ数日の陽気で、開花しました。はい、多くの芽が開花しました。その、梅花祭の神事を取り行います。はい。1時からです。13日、20日の1時からですね、はい。よろしくお願いいたします。はい。あと、いけばの喧嘩、あれとユニット、いつもね、CD で、演奏させてるんですけども、はい。今回は、こちらのように、前年に続けて、生演奏で、ああ、そうですか。大阪の方が来られて、大阪、神戸の方が来られて、生演奏で、奉納をいただけます。はい。素晴らしい演奏でございますので、はい。ぜひお越しを賜ればと願う次第でございます。ありがとうございます。こそよろしいですか、ね、はい、もうバッチリです。はい、すみません。この桜の花が、ありがとうございました。桜の花が、本当に可愛く、あ、じゃあ、梅の花、はい、梅の花。今年早いですよ。あ、今年。一気に暖気になったから。一気にね、あったかくなったんで。あったかくなったからね。今日はあれですか、奥様、ネギさんおられるの？奥様は今、今日は、はい。ちょっと出張行ってます。あ、そうですか。はい、ちょっと、用事で。あ、そうですか。お会いできてよかったです。はい。ありがとうございます。お天気本年もう一つ、天満宮、皆さんよろしくお願いします。はい、今ちょうど、この改修で、テントというか、ね、ブルーシートをちょっと抱えて、ブルーシートを、こちらの方ももしよかったら PR させていただけたら嬉しいんですが、どれ PR？ こちらの方、あ、この、あ、これちょっとじゃあ、はい、もう工事が今、はい、まあ、まだ、完成しておりません。はい、1年計画なんですけど、うん、なかなかやっぱり、厳しいです、はい。本当に感染事情、そして、様々な方にお願いをしてるんですけど、はい、待ってくれという方は本当多いです。あ、そうですか。お気持ちはわかります。本当に、こちらも待たせてください。本当にもう人生辛抱というのが私の信条なんですけど、はい、まあ、それにあった、事情です。本当に人間は辛抱そうだったし、だけども、やっぱり工事が進まなければ、大祭へ向けて、はい、進捗しません。はい、本当に皆さん、伏してお願いする次第でございます。はい。よろしくお願いいたします。そのお願いというか、お願いされた方はどうしたらいいか、具体的に。はい、はい。まだご寄付、はい、してやろうという方いらっしゃいましたら、はい、天満宮の方にご一歩ください。あ、そうですか。払い込み取り扱い表を、はい、お送りさせていただきますし。あ、そうです。はい。はい、それで郵便局を振り込んでいただけたら幸いかと存じます。わかりました。いただけば幸いです。ありがとうございます。すいません。はい、息子ちゃんお元気ですか？はい、
元気でしてます。そうですか。次月からは高校へ行きます。ああ、はい、すごい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。あ、じゃあ受験生やったんですか。ええー、いや、じゃあよかったです。やっぱりね、この成長というのは、はい、親にとってかすが本当ですね。かけがえのなものですね。かわいらしい、ね、うん、もうね、子供には不満をかけてますけども、はい、本当に、一生懸命し、まあ、誰でも一生懸命するって、家内には怒られるんですが、精一杯やらせていただいてますので、はい、ぜひ、ご後輩のほど、皆さんよろしくお願いいたします。はい、これで効果があったらいいです。はい、はい、ありがとうございます。はい、メイさん、そんなものでよろしいですか。あ、大丈夫、バッチリでした、はい。ありがとうございました。まあ、ありがとうございます。はい。そしたら、もし、ま、松見さんの方にはこれ、うん、その人が断られたんですけどね。あ、断られ、ポスターを、あ、ポスター反応断ったんですか、どういう理由なんでしょうか。あ、そうですか。ま、ほなったら、社長がそういうことやったら、帰りますけれど。もしよかったら3日間だけ。3日間。どういうこと。え、こんなキャッチングの追い込みは入ってましたけど。はい。あ、見ましたよ。あ、そうですか。はい。これまた初日出たら嬉しいです。ああ。で、これちょっとお小遣いですけど、はい、お気持ちと、はい、あと、ちょっと何日に上がるかは自信がないけど、はい、また、またチェックしといてください。わかりました。はい。でも20日のお祭りに間に合うように上げなあかんから、はい、早急に準備いたします。はい。お願いします。はい。はい。じゃあ失礼しまーす。はい、ありがとうございます。はい。